では3219。はい、こんにちは。はい、こんにちは。はい、どうも再びじいちゃんはんです。かっちゃんです。はい、むいです。本日はこちら、超大盛り、ギガマックスガーリックパワー。ガーリックパワー、ニンニクですな。そう、何出しても売れるって思ってるんだと思う。ペヤング様もペヤングもう何でも来いだわ。いや、何でも行くわ。結構分厚いんだよな、麺。これ前のやつよりも結構あるんすよ。こちらこんな感じ。そう、結構遠くよりでかい。分厚いんよ、これ。ここが、うん。で、まあ、その中にだけはある、ね、キャベツの中にこれニンニクが入ってる。これとこれなんだけど、タレがこれ塩味なんだよな。ガーリックだから、まあ、あ、そうか、塩焼きそばタイプになっちゃうのか。そういうことになるな。ソース合わないって分かったんだ。これあって、で、なおかつじチャーハンはもう一個パワーを足しちゃおうかなと思うわけっすよ。ニンニクスライスマシマシじゃん。マシマシ、もう明日最悪で、今からね、これ本当に切って、どうする、これ全部入れちゃおう、めんどくさいよ。わあ。全部入れます。カメラに映ってない。これね、全部袋入れちゃいました。で、なおかつこっちの袋も見えてる。これ見えてるかな、ニンニク見えてる。これ全部入れちゃってる。色は一緒で分かりづらい。あ、ニンニクすっごっ、ニンニク臭いな。で、これも入れちゃいます。入れちゃいました。割とマシマシ系になったぞ。超マシマシになりました。で、これにお湯入れて10分待とうか。伸び伸びですけど。3分経ちました、はい、3分経ちました。中身見せますね。ニンニクの香りすごいぜ。すごいな、ニンニク。これうーわ、これきついな。あなたが足したんだよ。マシマシや、ニンニクマシマシ。ガーリックパワープラスやで。これ袋、へい、はい、ね、もう見えますかね。もうね、こんな感じ。もう本当にニンニクとキャベツ、麺すごいな。そしてペヤングのね、今回ね、僕初めて、塩味だと、もう白い中が、液体が塩タレで一回入れてやってみます。ソース味版も食べたかったぜ。おー、俺もそう思った。ソース味やと思って。それはさっきのあれか、ガーリックスライスをそのまま、あの普通のペヤングに入れればいいのか。あ、これもニンニクの匂いがする。あ、本当だ。でも焼きそばソースとしか書いてないんだよな。焼きそばソースやね、しま。まあ、とりあえず、まあ、かき混ぜて、むいくん食べや。え、あなたからではないの。そう、俺からも。うわ、ニンニクくせえ。ファブリーズある。はい、ちゃんとファブリーズ用意しておきました。車の中すげえファブリーズいるぞ、これ。うわ、なんだこのニンニクくせえ。でも、香り的にはニンニクの匂いはする。そりゃする。俺食う。まあ、よし、楽しみにしてたでしょ。楽しみにしてた、俺ペヤングのニンニクマシマシ。ニンニクも入れんのかやろ。じゃあ、実食。おい、実食。ああ、いい香り。じゃあ、ニンニク。ニンニク塩味うめえ。すごいね、本当に塩焼きそばなんだね。ニンニクの香りがすごいけども、一本入っちゃった。はい、すくい落としてみてよ。うわ、うまい、これ。あ、これね、皆さん、あのソースよりうめえ。あ、ソースのやつより、思ったよりこの塩味がうめえ。うめえしか出てこない。やべえ、これペヤング。いただきます。風やるとニンニクの香りがすごいな。うん、すごいわこれ。うん、すごいニンニクじゃね、食っとると。うん、ニンニク半端ねえ。ニンニクマシマシやでな。
うん、甘みを増したせいもあるけど、その、うん、最初口に入れた時、うん、焼きそばを口に入れた感じがしなかった香りが、ニンニクのなんか、うん、匂いの塊みたいなものを口の中に放り込まれた感じがして、でニンニク、カレーマシマシに入れすぎた。でもなんかスタミナ系の料理ではいい感じの味になってる、うん、最初ガーリックスライス足すって言われた時は正気かって思ったけど、うん、皆さんほんとマシマシにして食べてみてください。これ意外とうまいわ。やべえ、うまいな。これなんていうか塩味うまいな。話題にならないのがちょっとびっくりなぐらい、びっくりなぐらい美味しい。なんかいや、あのごく激辛とかも大概なんだけど、ああいうのじゃなくて王道に美味しいっていう感じ。そう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 、なんか名前ほど味がふざけてない塩焼きそばの中ではちょっとうまいね。うん、うん、やばい、 塩焼きそばうまい。これあ、うまいな、うまいな。これ普通サイズで出したらなんかレギュラー商品になるんちゃうのって思う、うん、こんな大盛りでなぜ出したのかわからんの、わからんけど、うん、なんか大盛りで出したい理由があったのかな。なあ、もっとガバッと持ってやってよ。え、あなたがどのくらい食べるかわからんから控えめにしてるよ。やだ、もうちょっと持ってって。はい、ごちそうさまでした。あともうムイ君責任お腹いっぱいシリーズって言うけどさ、本当にお腹いっぱい食べたらあと放り投げるよね、うん、いや、俺だいぶ食ったと思うぞこれ。うん、今日なんかだいぶ食べてるなって思いながらちょっと感心してる。ニンニクめ。ごちそうさま。まだ残ってるんだよな。そう。もういらないんですの？もういらない。お腹いっぱい。満足。もう十分満足。あいら。あ、でも残りそんなあれだね、うん。めちゃめちゃ多いわけじゃなかった。明日臭そう。なんていうか香りすごすぎてこれにファブリーズしたい。すごい、あのニンニク入れる、入れてマシマシにしてもうまい。そう、なんか、うん、元を知らないからな、元を知らなくなっちゃったから俺ら。それはあれだけど、ニンニクマシマシにしてもなんていうの、うん、そのあかん、これ以上やったらあかんかったわっていう風にはならない、うん、美味しさがプラスされる。香りがいいね、この塩味と合うね、うん、あの塩だれが多分成功してるんでしょうな、うん、ずっとソースのイメージしとったもんね。、うん、でも量は多いな。確かに一人で食べきる量じゃないんだよな、一、うん、人お腹いっぱいになってるしな。あなたお腹いっぱいになってるじゃない。まあ、家族みんなで食べるこれを凶悪な香りしてますけど。でもこれを食べる人がおるんだろうな。でもコンビニで割と売れ残ってるのを見てなぜって思う。やっぱりみんなニンニクやでやろ、次の日が気になるのか。土曜、金曜日か土曜日やろう、もう食うとしたら。でもこれうまいぞ、塩味。ペヤングにしよう、ペヤングすげえ。かき消そう、ニンニク。かっちゃんどっか行きましたけど、ラスト一口見えない。いただきます。ニンニクくせえ口の中。お、えらい、お利口さん、相変わらず。相変わらず尻拭いしてくれるな、うん、頼もしい。よし、完食。いつもえらい、ガーリックパワー増し増し。もう、今日もうあれやろな、油ギットギットになるんやろな。もっと油ギットギットになるようなもん、いっぱい今まで食わされてるよ。そう、ニンニク、口の中ニンニクやな、口の中辛い。
ちょっと遅あれやったな、つけは遅すぎかな。ん？すげえ辛かったな、ニンニクが。でも本当うまいね、塩味。うん、ずっとソースで食べるんだと思ってたけど、いざ開けたら塩味で大丈夫かって思ったけど、そこはペン考えてるんやな。うん、思った以上に美味しかった。美味しかった。なんかこれ後半きついんやろなとか思ってたけど、全然そんなこともなく美味しく、うん、美味しく、ね、食べれたから。うん、俺もそう思った。一応ペン考えるんやな。ソースはまずいだろうという。まずいのかな、わからん。醤油でもいいわな、醤油でも合うもんな。これはペヤングの醤油味だの、ソース味の買ってきて確かめる必要があるな。醤油味売ってるっけ。売ってないやろな。いや、これ美味しかったです、ほんと。皆さん、あのね、さすがにくちくちゃーいってなるけど、うん、口の、なんていうの、多分明日はやばいんだろうね。うん、明日やばいだろうな。明日は誰とも会わないという覚悟を決めて。